楓さん、こんにちは。松山社長がツイッターで、あ、ショートハイクというゲームを、うん、買いだと、つぶやいておられました。買いのゲームと買いでないゲームの見分け方を教えてください。ショートハイク、どんなんやったかな？もうちょっと前の話やからな。多分、インディー系のね、ゲームタイトルだと思うんですけど、まあ、そういうタイトルってもちろん我々にとってのものづくりにもヒントになるから、数多く遊んでますし、いっぱい買ってます。パッと見て、あ、買いだって思えるのって多分、理由は2つだと思うんですね。1つはアートワーク、グラフィックがもうパッと見て、お、何これ見たことねえとか、パッと見ていい感じって、これやっぱすごく何でしょう、100の言葉よりも1枚の絵っていうのがこう言葉としてねあるように、たった1枚の絵でおおすげえ何これってやっぱ言わすだけのパワーが絵作りにはやっぱあると思いますんで、そこがまずポイントになれば、我々もやっぱものづくり、絵作りこだわりますから、そこのやっぱヒントになるんで、そういった理由で、あ、買って見てみたいなって思うのが1点で、もう一つはやっぱゲームその作品のコンセプトですよね。小規模のタイトルっていうのは何でもはできないので、この一つの一部分だけでこうとんがって遊ぶ、その代わりそれがすごくシンプルに魅力的に見えないと成立しないと思いますんで、どっかこう一方向にとんがってるやっぱタイトルの方が、まあ我々のようなものづくりをやる会社にとっては大きくやっぱヒントになるなって思うので、そういった理由で私は、あ、買いだなとかって、見ておきたいなって、触っておきたいなっていうのをやっぱ決めるようにはしてますね。ここ最近はそんなゲームで買いではないっていう、ゲームいっぱいあります。なんならもういっぱい買うから、でいっぱい買って、まあそれね、別にゲームだけじゃなくてさ、ゲーム、漫画、アニメ、映画、どんな作品遊んでもこれはお見事ってみんなにお勧めしたいっていうものは言ってると思います。そうでないものはもうなるだけ言わないようにしてます。それが好きな方ももちろん中にはいらっしゃると思うんで、わざわざ、否定しなくてもいいかなと思うんで、あんま表立っては言わないようにしてます。社内では言ってます。でそれをうちのスタッフともやっぱ日々話し合ってるというか語り合ってるんで、でこういう議論がね、やっぱクリエイターにとってやっぱ大事なんで、自分たちだったらじゃあどうするとかって、どこをどう改善すれば良くなると思うっていう話はもう日々毎日のようにやっぱやってますんで、それはだから、入社したら教えるよ、はい、うちのスタッフになって、そしたらもう何でも赤裸々に話しますんで、はい、社内にいてください。ということで、はい、何や、何の話や、まあ、最近買ったゲームでええのかな、はい、まあ、そういう感じです。はい。